ドゥルーブ・インド陸軍のドゥルーブ・ HAL ・ドゥルーブは、インドのヒンドスタン航空機が製造する、軍民両用の汎用ヘリコプター。インド特有の鉱山地帯での運用を想定した、設計になっている。ドゥルーブとは、サンスクリット語で、北極性を意味する。1984年に、西ドイツの MBB の支援を受けて、アルファの名称で開発を開始。要求の変更や、 予算不足などで開発は難航したが、地上試験機による試運転は1991年4月に開始され、翌年8月30日に飛行試験機1号機が初飛行した。機体は、総発の軽ヘリコプターで、胴体後部には、観音開きに開くドアを備える。機体構造は、軽金属製、サンドイッチ材料に、ケブラーと炭素繊維を組み合わせて作られた。 4枚バネのローターは、ハブとブレードがガラス繊維と炭素繊維構造で、ブレードの先端には全円のみに抗体格が付けられている。搭載エンジンは当初、ルテック T800 の民間型 CTS800 だったが、1998年の各実験により、対米関係が冷え切ったため量産機での採用を見送り、代わりに、 チュルボメカ TM333 を採用した。2007年からはフランスと共同開発した AJL、チュルボメカ尺手を搭載するようになった。降着装置はスキットと引き込み式車輪を選択でき、基本的には空、陸軍向けではスキットが、海軍、民間向けでは引き込み式車輪が採用される。軍用型は各種兵装を搭載可能で、 胴体側面のハードポイントに、空、陸軍向けでは、対戦車ミサイルやロケット弾、海軍型では、対艦ミサイルや対戦魚雷などを搭載できる。2002年3月18日に、インド沿岸警備隊が、最初の機体を受領したのを皮切りに、2日後には、陸軍が、3月28日には、海軍が、さらにその2日後には、空軍が、次々と機体を受領し、 現在配備が進められている。空軍では極義飛行隊、サランの使用機ともなっている。民間でもドクターヘリなどの用途で使用されている。派生型として武装型ノルドラが存在するほか、現在本機をベースとした軽戦闘ヘリコプターが開発中である。エクアドル空軍のドゥルーブ民間使用のドゥルーブ引き込み、指揮車輪を装備している武装ヘリコプター使用ノルドラ。 ありがとうございます。